人生を盛り上げる若き仕事に金丸義信が入ってまいります。を目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れプロレスリングノア、200ポンド金丸義信、金丸、赤コーナー、新日本プロレス195ポンドスペースドルフィー、西永修一。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。逆に振り返して、あっと逆にパワーポン、返してまいります。腰を落とします。バックドロップの体勢。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか、荒っぽいファイトを展開してまいります。張ります。掴んだ。逆にバックに回った。小脇に抱えます。えげつない2位クラッシャー。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ、パンチで返します。組み合います。コーナーに振って、あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。逆に投げてまいります。チョップがうなってまいります。あっとバックに回った。DDT、 スタンディングを取らせます。行くのか、させません。華麗な空中殺法、そしてド派手な大技を使いこなしてまいります。この男、常にファンの期待に応えるそのファイトスタイルは、まさにジュニアヘビーという枠そのものに光を当てる存在といっても過言ではないでしょう。起こしてまいります。あっとホイップしてまいります。チキンウィングに固めてまいります。ロープブレイクです。組みに行きます。ロープに振って、両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。抱えます。ボディースラムで叩きつけます。あっと返します。サイドを抱えます。こういう投げ技っていうのは一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんです。あ、なるほど。まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい。アームロック、アームロック、ブロックした。小脇に抱えた。バックドロップ、綺麗に弧を描いた。起こした。バックドロップ、ホールドで固める。トゥーカウント。あと逆に捉えた。円陣蹴り、
パー気味の小手、いけるか、コーナーに振って、ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ドルフィンスペシャルに持っていった、ロープに逃れました、蹴っていった、ドロップキック強烈、引き起こす、ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける、腕をフックした、おっと外した、ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、ドロップキックが突き刺さる、キャメルクラッチで強烈に締め上げる、組み合った、ロープに振って、無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。あっと、そのまま抜けていった、10メレッツゴー、あっと、顔面踏みつけ、あっと、逆に捉えた、そのまま倒していった、あっと、顔面を踏みつけていく